い、皆さん、こんばんは、こんにちは。元公立高校理科教諭のチョボ先生です。チョボットサイエンスのお時間となりました。チョボットサイエンスでは皆さんにちょこっとチョボットサイエンスに触れていただいて、科学的思考力を身につけて理系頭になっていこうということを目的に配信しておりますということで、今日も相変わらず残暑が厳しいということでね、まあめちゃくちゃ暑いっすよね。まあ先週の天気予報ではね、今週は全て曇りがちでなんか雨模様みたいな感じだったんですけど、そんなことない大晴れで、まあめちゃくちゃ暑いっていう感じですよね。まあ明日からね、またな曇りがちな天気らしいですけども、なんか週明けにね、台風がね、やってきて、もう西日本直撃コースじゃないかっていうふうにね、ちょっと言われてるんですよね。まだね、台風の発生はしてないんだけど、その南海上で、まあ、台風の卵があって、まあ、それがね、やがては台風10号になって、まあ、こっちに来るんじゃないかということでね、備えは万全にといったところですかね、ということで。今日のね、お話はですね、健康志向の方はですね、まあ、必聴な内容となっております。特に、女性の方はですね、ぜひとも明日からですね、実践してほしいというような内容になっております。何かと言いますとですね、小魚を丸ごと食べる人、特に女性の方は、寿命が伸びるっていうね、まあお話なんですね。これどういうことかと言いますとですね、本当にね、最近ね、その研究結果が発表された、まあほやほやのですね、まあ研究結果、研究論文なんですけども、名古屋大学大学院の研究グループ、まあ医学系の大学院、グループがですね、発表した内容になるんですが、小魚摂取と死亡リスクとの関連を調べて、我々に身近な小魚を食べることが、寿命に関わることを発見したと、まあ、いうことなんですね。まあ、結論から言うとですね、小魚摂取頻度と死亡リスクとの関連について調べた結果ですね、小魚をたくさん食べる食習慣がある女性の方は、全死亡と癌死亡のリスク低下に関連することを発見したということなんですね。あれ男性はっていう感じなんですけど、まあ、後でね、そのまま、謎解きは、言いたいと思うんですけども、ね、このね、小魚摂取ということなんですけども、まあ、この小魚って何っていうことなんですが、まあ、シシャモとかね、シラスとか、まあ、煮干しがね、これに当てはまるんですけども、まあ、シシャモとかシラスとかの小魚はですね、まあ、頭、内臓、骨を丸ごとね、食べられますよね。で、これね、結構珍しい食べ方で、食べ物で、基本的にお魚食べるときって、まあ、筋肉、お肉の部分しか食べないですよね。まあ、塩焼きとか、まあ、煮付けとか、そういったものもですね、骨避けたりとかね、まあ、煮付けたら内臓も食べれるかもしれないけど、まあ、塩焼きやと、まあ、食べる人もいると思いますけど、ちょっと苦いから避けようとかね。で、まあ、骨なんてね、まあ、硬くてね、もう食べない。まあ、ルフィぐらいしか食べれないですよ。ということで、まあ、それ避けて食べるから、お肉の部分しかね、まあ、ヒレとか頭とか、まあ、食べる人もいると思いますが、あんま食べないですよね。でもね、小魚っていうのは、もう頭、内臓、骨を丸ごと食べることができますよね。で、魚の頭、内臓、骨には、まあ、ビタミン A やカルシウムなどの、この病気の予防に関わる栄養素が、まあ、多いということと、で、なので、まあ、小魚は不足しがちな栄養素のね、大切な摂取源とされてますということで、まあ、先行研究によるんですけど、血圧低下による動脈硬化の予防や、一部の癌の予防の効果もですね、報告されているので、まあ非常にですね、病気の予防、疾病予防の役割が注目されているんですね。うん。で、このね、さっきも言ったように、このお魚を食べるって、まあ健康にいいみたいなね、いうことが、まあよく言われていますので、皆さんもご存知かと思うんですけども、このお魚を食べる食習慣のある方、この筋肉とかね、その普通のその、小魚以外のお魚を食べるのと、その健康リスクとか、そういったものを調べた先行研究によると、魚の、摂取習慣が全脂肪、循環器疾患脂肪、一部の癌の死亡のリスクを下げる可能性が示されているので、もうそれは先行研究としてあるんだけども、小魚の摂取にフューチャーして、
着目して死亡リスクとの関連を調べた研究は、まあ、ほとんどないということなんですね。なので、この名古屋大学大学院の研究グループが小魚摂取とこの死亡リスクとの関連を調べたということなんですね。で、どんな調べ方をしたかというとですね、被験者の数がめちゃくちゃ多いです。このね、参加者がですね、約 8.1 万人。まあ、内訳は、男性が34,000人。女性が4万6000人ぐらいなんですけども、まあ、合計で8万1000人の方を参加者、まあ、被験者として調べたと。で、この方々をですね、およそ9年間、で、このね、35歳から69歳の間ですかね、この方のおよそ9年間の追跡調査によって、小魚摂取頻度と死亡リスクとの関連を調べた、評価したということなんですね。まあ、このね、9年間の間にですね、だいたいね、2400人の方が、亡くなってて、その中の死亡者の中での死亡率が一番多かったのは癌ということで 60% ということだったんですけども、これでね、この死亡リスクと小魚摂取の頻度を調べていくとですね、分かったことがですね、女性、日本人の女性の方、女性の全死亡リスクはですね、小魚をほとんど摂取しない群に比べて、月に1回から3回食べるよっていう方々の摂取グループは 0.68 倍、要は死亡リスクが 32% 低下したということですね。で、さらに週に 1,2 回食べるよっていう方のグループはですね、 0.72 倍、まあ、28% ぐらい減と。あとですね、週に3回以上食べるよっていう方はですね、 0.69 倍、要は3割近く死亡リスクが下がったと、まあ、いうことなんですね。で、さらにですね、がん死亡リスクは月に1回から3回食べるよっていう方で 0.72 倍、週に1回から2回食べるよっていうグループで 0.71 倍、で、週に3回以上食べるよっていうグループで 0.64 倍に、低下していたということで、なので、まあ、3つのグループに分けてですね、まあ、月に1回から3回食べるよ。で、週に1回から2回食べるよ。で、週に3回以上食べるよっていう、まあ、グループに分けるとですね、まあ、どのグループに、取ってみてもですね、全死亡リスク、癌の死亡リスクが、まあ、下がっていると。全然摂取しない群に比べてですね、明らかに下がっているということなんですね。死亡リスクも、がん死亡リスクもね、3割程度、その、死亡リスクが下がると、まあ、いうことなんですね。で、さっきも言ったように、まあ、最初のも言ったけど、女性はっていうことなんですけど、じゃあ男性はっていう話なんですよ。まあ、私も男性ですけども、で、男性の全死亡とがん死亡のリスクについても、女性と同様の傾向を認めたんだけど、統計学的に優位ではなかったと、まあいうことなんですね。なので、まあ、まあこれはですね、被験者の、その死亡した人と生きてる人の、その、数が、まあ少なかったのか、どうかか、ちょっとその辺の詳しいところはわかりませんけども、まあ同様に死亡リスクが、まあ下がるっていう、結果が、まあ、男性にも出たんだけど、統計学的に見ると、まあ、統計学的に見るとね、本当にそれは、果たしてそれが本当かどうかっていうのはですね、まあ、統計学的に見ないといけないんですけど、まあ、そう、統計学的に見ても、ちょっと優位の差はなかったから、女性ほど強くね、死亡リスク下がるよっていうふうに示唆されたよっていうことは、あんま言えないということなんですね。まあ、下がってはいるけどね、ということなんですけどね。なのでですね、もう、その小魚食べるということはですね、この死亡リスクを下げるっていうことはですね、これもうほぼほぼ言っちゃってもいいぐらいの研究結果ということなんですね。で、まあこれまあ詳しく見ていくとですね、まあ月に全死亡リスクね、月に1回から3回食べる人と、週に3回以上食べる人の、まあその死亡リスクがあまり変わらないので、まあ、毎週に食べたから死亡リスクどんどん下がるってことは言い切れないけど、まあ、リスク下がってるけどね。まあ、なのかなということと。で、まあ、この論文の、まあ、全部をこう、くまなく読んだわけじゃないんですけど、その、食べるっていうのがですね、一体どれぐらいの量なのかっていうのはちょっとね、まあ、記載がちょっとわからなかったんですけど、
どれぐらいなんですかね。まあ、シシャモとかシラスとかを何グラムぐらい食べるのか。まあ、その食べる量によってもとか、まあ、シシャモとか煮干しとかシラスとか、その種類によってのリスクっていうところも、さらにこう研究が進んでいくと面白いかなと、まあ、いったところですね。まあ、一回、どれぐらいの量食べるんですか皆さんね。その、絞りすさがった方ね。シシャモだったら3匹とか5匹とかね。まあ、いろいろあると思うので、その辺はもうちょっとね。まあ、踏み込んだ研究がっていうのが、まあ、今後、ね、期待されるところかなっていう感じですかね。うん。で、まあ、このね、まあ、今回のこの研究結果はですね、まあ、まとめになるんですが、まあ、普段の食事に小魚を取り入れることの、まあ、重要性を提案しているということですね。まあ、ビタミン A、カルシウムだけでなく、小魚に含まれる独自の栄養素や、生理活性物質が死亡リスクの低下に関わっている可能性がもう示唆されているということだから、まあ、栄養素っていうのは大体分かってるんだけども、何が含まれてるかっていうのはですね、詳しくはね、細かくはね、分からないですよ、正直ね。だから、どれが、どの部分がっていうところもありますし、なのでまあ、小魚の丸ごと食べるっていうことがですね、もうすべての栄養素をこうバンって取り入れることができるから、それがね、死亡リスクの低下につながってるっていうことも言えますから、まあ、非常に面白い研究結果かなということと、まさにどれぐらいの量食べたらいいのかっていうのと、小魚どの種類が一番とかね、まあ、そういったところのもう発展研究みたいなのが続報を待ちたいなって言ったところですかね。ということで皆さんは小魚食べてますか？食べるとですね、死亡リスク、特に女性の方はですね、死亡リスクが下がることが示唆されているということなので、ぜひですね、明日からの食事、ね、食習慣でちょっと参考にしてみてはいかがでしょうかということで、今日はこの辺にしたいと思います。それでは皆さんもさよなら、バイバイ。